どうも、ジラティです。ロストオデッセイ、また続きをやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回はウーラの地下水路、そこに入ってきて、セドを救い出した後ね。でね、ここの地下水路を回って、で、途中までっていうのかな。で、それで時間切れで終わらせてもらったんですが、で、前回の動画でテロップを入れさせてもらったんですが、今回もザコ戦はとりあえず全部スキップでカットでやっていきたいと思います、ね、そんな気にするほどでもないんですけど、一応ザコ戦はザコ戦として、まとめて、収録します。もう実はちょっと撮ってあるんですけど、それを今回の最後にくっつけるか、次回にくっつけるか、ちょっとね、まだわからないんですけど、編集してみないとっていうふうに考えています。裏でね、回っときました。前回はどこまで行ったかっていうと、こう来て水路ね、カットしてます、してるはずです。でね、前回ね、あそこの扉開けたところでムービーが始まって、で、そこまで、そこで打ち止めと、言ったところでしたね。だからあの先を進んでいきましょう。やっぱりこのゲームね、大体まあダンジョン入ると2、3マップぐらいあってっていう感じでね。どこまで私裏で進んでたかっていうと、まあ、とりあえずそこの扉ね、そこの目の前にある扉開けて、を回ってました。いろいろね、で、トレジャーとかも取ってました。でね、またね、ギミックみたいのがあって謎解きみたいのがあってね。だからね、やっぱ動画だときついね。グダグダになっちゃうんで、まあいいんですよ。前回みたいにやってもいいんですけど、今回は前回と違って、ちょっとね、相当カットしたり早送りしたりっていうのかな、なんかしないと間に合わないぐらいちょっと面倒くさかったんで、逆に裏で回ってよかった。でね、先にずん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 進んでって、ある地点に来た時に、ムービーが始まっちゃったんですよ。だからムービー始まった瞬間、またいつも通り、こういうふうにやって、こういうふうにやって、終わらせました。だからそこまで行きます。でね、いろいろ裏で回ってみたんだけど、前回ね、取り忘れてるトレジャーは多分ないと思う。意外と取れてたね、前回ね。まだ回ってみたんだけどね。それとね、もう一つここね、ここが忘れた、取り忘れたって言えばこれかな。で、これ何かって言ったら、木の実です。これね、この同じ場所ね、ここね、木の実ね。さて、そしてこう入ってったと。意外と複雑だったよ。謎解き得意な人は別だけど、魔導タンクかって、ウーラはこんなものまで作ってたんだなみたいな会話があったんでしたっけ。ちょっとね、時間経ってるんでちょっと私もうろ覚えなんですけど、そんな会話がありましたね。で、行きましょう。覚えてるかな。裏で結構ね、今回動画撮るにあたって、ほら、書いておいてもよかったんだけど頭に叩き込んでおきました。まずこうやって降ります。そこのね、柵もね、開けなきゃしょうがないんだけど、戻るときに。まあ、とりあえず今開けられないのでね。だからこうやって柵があるわけ。で、ここで柵があるんだけど、いつも柵の向こうにこれがあんのよ。このいじる機械が。だからちょっとイライラするよね。とりあえず降りるでしょ。で、こういうふうに行って、で、こういうふうに行って、こういうふうに行って、で、こうぐるーっと来て、で、これほら、これもね、ここにあるわけよ。で、また行けないと。で、ここに上がって、で、まずこれね、これは柵じゃないのよ。こういうギミックというかね、がありましたね。ありましたねっていうか、あったんですよね。で、とりあえずこれ、こういうふうにしといて、それでこれね、前回テロップ入れといたと思うんだけど、あと、これね、これをやるとここに出てくる他のマップもそうだけど、この地下水路のここの魔導タンクって上あるでしょ。ロケーションのウーラ地下水路魔導タンク、マジックタンクね。で、
そこのマジックタンク以外のところでもこれ2箇所ぐらい他にあるので、だから3マップぐらいあるってことでね、これを修理すると、前回も書いといたけど、修理すると魔導タワー、うん、魔導タワーっていう敵の名前のやつが、何もしてこなくなります。うん、あいつやっぱりちょっとめんどくさいので、これ修理しといた方が断然いいです。ただそこにもテロップにも載せときましたけど、 SP が半分になるのと、まあ半分になるって言っても2から1になるんですけどね。だから SP いっぱい欲しい人は無理やり戦ってもいいだろうけど、まあ無理にね戦わなくてもね。だから修理をします。これも暴走してるみたいだね、セド。これもってことはだから私ほら前回もやってるからって意味ね。うん、アイサちょいと待っててくれよママ。セドの役目なんだねっていう感じなわけよ。でこれがまあこうあって、でこれなんだけどさ、今はまだいじんないです。でこれをこれさっきのとこ最初にはしご降りたとこ、ここねはしご、うん、でこうするとさっきの商人のところアイテム売ってる人のとこに戻れるということですね。うん、ここね、うん、なんかね、エンカウント率が高いね。うん。気のせいかな。なんか、高いと思う。なんでだろう。ここで、レベル多少上げといてくださいよっていう感じなのかな。うん。どうなんでしょうね。で、これこういう風にやって、うん、でここに宝箱があります。うん、神竜の涙。ここはこれっきりなのよ。うん、ここも開けれるんだけど、相変わらずね、向こう側だから、うん、開けれないと。でね、ほら、今はね、これ戻しませんけど、この階段ね。うん、ほら、いろいろ動き回ってると体力減ったりいろいろするじゃん。うん。だから戻しといてもいいですけどね。セーブ取るためにはね。うん。まあセーブ取らなくてこれさえやればいいよって人はいいでしょうけど、今はとりあえず戻しません。戻しといた方がいいっていう。で、今度こっち行って、この階段を登る。そこに宝箱があります。でも今は無理。そしてこの柵も開けれない。この柵も開けれないので、登るしかない。あ、ぐる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 回ってました。結構苦労したよ。それから、まあ、ここはこれしかない、こう行くしかないんで、まだいいんですけどね。他にもっと、こう、うまい効率、行き方あるのか分かんないよ。だけど今これ自分が体で覚えちゃってるんで、このやり方でやらせてもらいますけどね。うん、で、ここに木の実があると。そして、ここに道があって、後から行くんだけど、今はこっちに戻ります。じゃあ、カットね。カットしました。そしてまたか。うん、やっぱり多いなエンカウント。うん、でね、これはね前回、回ってたマップです。この下水処理区域でね、ここでねテロップ入れといたけど、あ、これ開けといてもいいですね。今は必要ないですけど、あ、私はね、今はね。うん、でね、ここがねね、テロップ入れといたけど、ここにもありますよっていう。うん、この蓋の上部だけ見えてたんだよね。悪魔の彫像5個、動画中は気づきませんでしたけど、編集しててね。でこれで撮ると、そして戻る、そして向こう側行く。さーて、ここまで来たら、今度ね、ここに行かなきゃいけないんだけど、このはしごを登らなきゃいけないんだけど、今はまだ登りません。で、これ開けといて、それから、こう行って、ここに宝箱。今んとこみんな、合成素材だっけ？うん、激毒の、鱗粉っていうのかな？
あの合成素材ばっかりだね。こっちだっけ、こっちだな確かな。これ覚えてるかどうかわかんないけど、さっき登ったはしごなんだけど、とりあえずこっちね。んでこれ開けといて、これね、ちなみに一番最初に降りてきたはしご、今このままセーブしたい人は登って戻ればいいと。そしてこの地下水路で最も有益なものは、今から取るアクセサリーですね。これあれ、H のピアス、これはぜひ取っておきましょう。これね、これレベル6の白黒魔法、素晴らしいですね。でこう戻るわけよ。ここら辺がねちょっとね怪しいんだよね。そんなに戻らなくてもこううまくいけるんじゃないかと思ってるんだけど、まあいいでしょう、多分間違ってないと思うけど。でさっき言った登らなきゃいけない、ここに登る。相当レベル上がると思うよ、ここ全部戦ってたら。そしてこういうふうに行って、こういうふうに行って、ここも見逃しやすいんだけど、こっちにやっぱり行っちゃうからさ、ここにあります。今度は蹴るパターンね。ソウルメディシン、これは合成素材じゃないね。というので以上です。でね、前回のも含めて、おそらく間違いないと思うんだけど、前回のもねおさらいで、これこれこれもうパパって見せちゃうけど、これあ、ホーリーガードね、あったね、バノヤク、木の実、木の実、これさっきのですね。で神竜の涙、木の実、悪魔の彫像、激毒の鱗粉っていうのかな、 H のピアス、そしてソウルメディシンと、いうことですね。が以上だと思います。それでこういうふうに言って、データを戻ります。戻ってきました。やっぱり明らかにエンカウント多いな。やっぱりエンカウント多いです、ここ間違いないと思う。さて結構だいぶ出会ったよ。でこういうふうにまあ行くんですがでね、こういう場所に出たのよ。でこの辺こう回ってたのよ、なんかほらね、箱を押したり掴んだりできるじゃん。でなんかあるかなと思って見てたらムービーが始まっちゃったので、終了させたと。ああ、これね、ここまでしか見てない。俺の船だ、これが。ああ、ノーチラス、ノーチラス、こんなとこに閉じ込められてたのか。あ、そうなの。船だね、わかるよ、あんたの船って感じがするよ。ああ、やっぱりこいつとは離れられねえ運命らしい。こいつがいればここから脱出できる。よし、トルタン、行くよ。ありがたよ、スクラップにしないでくれて。ああ、もちろん押収されてたんだ。あ、ボス戦、ボス戦か。こいつはウーラをめちゃくちゃにしやがった化け物じゃねえか。ああそうだな。そこどき上がれ、相棒との感動の出会いを邪魔すんじゃねえ。船ごと押収されてたんですね。力づくでどかすしかないね。ああ確かにこんなようなやつだったね、あれ。確かパート40ぐらいだったっけ。
うん、ちょっと待てよ全然わからないけど、こんな戦いは学んでいないビビるんじゃないよ王様、いつだって何か手はあるものさ。まあまあ、あれが使えそうだぜ。あの動力部分に魔動力をぶちかまして起動させるんだ。それでな、レード昔から言ってるよね、ごたく並べる前に動けって。さっさとやるよ。そうなの？どれ、クレーン動力って選べないじゃん、魔獣しか。ちょっと待て、こいつどれぐらいあるんだ結構あるな。ディノザオーロだっけ、ほどじゃないけど、装備も、装備っていうかさ、スキルも全然まだ組んでないから、組み上げてないんで、そうだな、まず自分にかけるか。さてどうするかな、これもうちょっと様子見るか。なるほど、セドにしかできないんだ。ん、ちょっと待て、できないよな。じゃあこれ、そっか、自分だけなんだな。まともにまだ使ったことないからさ。あとさ、セドってさ、おでこにあんなのつけてたっけあ、装備によってそっか変わるのかな。これも選べないよな。なるほどなるほど、そういうことか。あ、じゃあ謎が解けてよかったよゼシールドの、ん、あれ、なんでこいつ最初からこんな上がってんの。あれ、そんなだったっけ、制度って。ちょっと待て、ちょっと待て、じゃあこれでいいや。ちょっと待てよ、関係ない、制度がもともと何、ま、あの魔法防御と普通の物理防御が何、上がってるの。気づかなかったよ、裏で戦ってる時も。じゃあまあやるか。よし、今なんか、結構きついな。これはあかんな、これはあかんな。こいつ魔法とか使ってこないか。ちょっと待って、レベル5までは使えるだろう。これやっとくか。あ、だけどこいつまさか一旦先じゃないだろうな。あ、 1G か、いいんだな。そうだな、防御でいいかな、全体攻撃が来るかどうか。とりあえず貯めなきゃいけないんだね、あのボギーモレーみたいに。まあボギーモレーは敵が貯めてたんだけど、あれ、なんか2発目の方が溜まったな。挑発組んどけばよかったかな。これはこういう時は意味あるんだっけ。意味ないよねこれね。あ、そっか、これをやればよかったのか、勲章授与っていうの。じゃあまあやっとく。そっか、それやればあのディフェンスマジックも普通の物理もだったのかな。
どうせ効かないよな、この辺。ボスだから。一応魔法もあんのかもしれないからやっとく。あ、ダメだダメ。防御だ。他になんかできるか。うん、挑発ね。これ組んどけばよかったな、セス。本当にこのやり方で、あ、ダメか。このやり方でいいのかな。あれ、GC 戻ってんな。うん、とりあえず耐えられれば勝てるだろう。あ、関係ない。あれ、ディフェンスしか上がんないの。なんかちょっとよく分かってないんだよな、まだトルダのこと。まだ要勉強ですね。じゃあいよいよ戦ってみるか。自分にやった方がむしろ良かったんじゃないか、これね。うん、これも使えなくなったな。まあパワーヒットもやっとこうか。どんなもんなのか。あ、マジ？急ぐよ。またパーフェクトじゃなかった。参ったな。そうか、じゃあちょっと戦う。やばいのが来る？まずいな、全体攻撃かな。来る時が何ターン後かが分かれば、みんな防御しとくんだけどな。よし。あ、溜まってる？溜まってない？あ、とりあえず半分までいった？あ、あれで止まってしまったか。うまくいったのか。うっせえ、まだ足りねえんだよ。もう一度だ。ああ、あ、いきなり。あ、待てよ、次防御できないな。参った、先にやっとけばよかった。しまった、無防備になってしまったセスが。よし、ダメか。うん、分かってる。1なのは分かってる。あ、来たな、これ全体攻撃なんだな。あ、なんか火なのかな。結構辛そう。あー、結構痛かった。なるほど、あの言葉があると一回来るっていうのは分かるね。でも次いつ来るかが分かんないけど。あー、まずいな、 GC まずいな。防御、GC 減ると途端にダメか。でもあんまり変わんないな、溜まり方。うん、やっぱ GC ダメ、やばいな。よし、 OK、これでいけるとこまで行く。一応ね、さっきね、あの階段ところまで来るときに一応 GC のあのね、あの なんだっけ、あのなんとかってやつ忘れちゃったけど、それとあのガードヒールは組んどいたんだよね。今誰だっけ。あの GC 復活するやつね、うん、は組んどいたんだけど。よし、あんまどうかな。ゼシールドまだ効いてるよね。よし、あんまり意味ないのかな。なんていうの、まずといってもな、他のやつがあのドックだっけ、あれを攻撃できないんだからしょうがないよな。あ、まあ減ってはいるけど。ねえ、焼け石に水だな。あ、じゃあせめてタリスマンかな。うん、さっきの魔法なんじゃないか。まあタリスマンも働くかどうかだけど。うん、
よっしゃー、ダメか、うん、まあ、まあんまり溜まり方は変わん、おっと、なんか新技、おっと、後衛に来る技なのか、もう一回で溜まりそうだったね。先にトルダンにマナーハーブだっけ、うん、使っといた方がいいような気がしないでもないけど、溜まったよね、よしよし、うん、よっしゃ、お、まだやない、うん、あれは、あ、爆弾なの、ただの鉄の棒じゃないんだ、おお、いいね、どうだいママ、腕はなまってねえだろ、行くよ、あらい、あらい、急ぎ、トルタンまだあれなんだな、ちょっと弱々しいね、お、ノモチラス操舵室、今の戦いももう一回やろうかな、またいつものように、適当に座ってくんな、次回でも入れときますよ、はい、今回か次回、ママが見守ってたね、今この動いてるの何かなと。ふん。ん？え？三匹も？来やがった。どうした？ビビりすぎて声も出ないかい？戦いはたしなみとして習っては来ているが、本物の怪物に遭遇するのは初めてだもん。実戦と訓練じゃ違うって言いてえのか？そんなもん当たり前だ。怖くないのか、あなた方は。俺は燃えるね、行くぜ、お、なんかやるのかな、ああ、自分じゃなくてや、あ、うん、操作するのかと思った、ああ、もうここ出ちゃったね、戻れんのかな、お、地下水路からの脱出のチュートリアル、なんかやるんだ、ん、追撃してくる魔獣の猛攻撃をかわす、地下水路から脱出してくださいだって、あー、なんかあるんだ、どうやってかわすの、魔獣の攻撃タイミング、うん、ボタンを入力することで攻撃を避けることができる、はいはいはい、いや、言うはやすしだけど、画面右下に表示されるアイコンと同じボタンを押す、この際異なるボタンを入力する、あー、 QTE みたいになってんの、入力するとミスとなります、異なるボタンをね、あ、 A って書いてあるね、ボタン入力はアイコン周辺のゲージが尽きる前に、あー、こういうのってどうなのかな、あの、ほら、ベストタイミングとかあるの、どのタイミングでもいいの、ゲージが尽きる前だったら、うん、どうなんでしょうね、お、今度は B って書いてあるね、このアイコンが表示されたら対応するボタンを、あ、あー、あー、あの矢印、あー、連打、矢印連打、魔獣の攻撃がヒットするたびに HP アイコンが1つ、じゃあ3つしかないってこと、昔のゲームみたいに、あー、 HP アイコンが0になるとゲームオーバーです、あー、いやー、これね、ゲームオーバー、まさかどっからだよ、よし、これその都度ボタン違うんだよね、当然ね、やっぱり次はじゃあ
この A とか言われても左とか下とか言ってくれるといいんだけど、スイッチと同じ配置にしてほしいんだよな、 A と B。 Xbox 慣れてないんだよ。連打来るかな。あー来たよ、連打。よし、おお、連打連発、連続連打。やっぱランダムなんだね。方向キー、あ違う、今間違えた間違えた、今間違えた。方向キーやらないだけマシだけど、ええ、え、今ダメだった？いいんだよね。長いね。あ、Y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 苦手。Y と B が苦手。B か。あ、やっぱ Y が苦手だな。なぜか。結構長いんだね。あ、終わったかな。おお、まあそんな難しくないんだろうけどね。なんか焦っちゃうよ。行き止まりですよ。いや、出口だ。どうやって飛ぶのさ。飛ぶ、捕まってな。え、今行き止まりだった。私はもう王ではない、ただの男だ。それゆえになりたいものを見つけた。おお、なりたいもの。一人前の男だ。どんな危険でもあなた方のように笑い飛ばせるくらいになりたいのだ。うん、そりゃちょいとばかし物足りねえな、王様よ。確かに一人前の男なんざ誰でも目指すもんだ。本気の男になりてえならオスになれ。オス？そりゃちょっと敷居高いよ、セド。オス？あっと、やっとか。リビングアイスのね、生きた妖怪。その
生きたあのボス戦ねの後のことですねこれね、パート43かなんかだったっけ、うん、覚えてないけど、こっちの線路沿いにずっと探してみたけど、カイムたちが乗ってた窓列車は見つからなかったよ。バラバラになっちゃった感じだけどね。私たちが来た方にもそれらしいものはありませんでしたね。線路の上には手がかりなしか。これどっちに向かってるかわかるか。しばらく東に行ってその後北に曲がってたと思う。雪の中だったからよくわからないけど、うん、ねえ、あの北ね、まあ、心配するなって、そこの階段で線路の下に降りてみようぜ。あ、これあのリビングアイス線の、手前にある階段ですねこれ。うんうん、やっぱりこれ近づくとあの、ね、あのボス戦がこう始まっちゃったからさ、ここに近寄れなかったんだよね。そっか、今度はヤンセンミンね、クックマックグミか。うん、トレジャーも気をつけなきゃいけないかな。うん、なんかあんな、別に、うん、ただの残骸か。あ、間違えた間違えた。うん、まあこれは要するにガンガラがやった慣れの果てなわけでしょ、この惨状は。あ、こっち、おお、今度は3つ光ってるな。1つは今のとこだな多分。ああ、やっぱり難民キャンプ西。いよいよ、あ、久々見たなワールドマップ難民ね。ああ、ま、あのパート1かなんかの、あの戦争の件で難民ってこと。難民キャンプはあったかい、人がいっぱい。そう離れたとこじゃないんでしょ今んとこから。どうなんだろうな、凍りついたゴッツァから脱出。ああ、そっかそっかそっか、ゴッツァからの脱出した人か。ああ、あのね、ガンガラがやった後の、ああ、凍りついたゴッツァから脱出した人が、人々がここに避難しているのですね。ならここは安全ってことか。ちょっと安心して休めそうだな。では、今回はここまでにしておきましょう。では次回、ここの探索から始めていきましょうかね。では今回もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。ジラティでした。じゃあね。